そう、新衣装が本当に可愛すぎてっていう話なんですけど、マジ過去一好きだ、もう毎回言ってると思うかもしんないけど、ちょっと本当にマジで大好き。まずもうその色合いがね、その白黒紫ピンクって感じの冬、大人の冬の生地みたいな感じでめちゃくちゃに可愛い。で、人によってもちろん今回も形は違うんですけど、もうフィッティングの時に一旦仮の完成状態で着るんですよ、みんな。その時に多分スカートがちょっと私にとっては長くて、そのもっと短くしちゃおうかって感じで結構短くもしてもらえたし、何が可愛いって、もうアームウォーマーがマジで可愛い、最高。ファーがね、アームウォーマーについてる人もいれば、スンってしてる人もいるんですけど、私のはファーはついてなくて、ここがちょっとクシュッとした状態のやつ。アームウォーマーがもうめちゃくちゃに可愛いと。私のポイント、アームウォーマーと、もう一個はブーツなんですけど、今回靴が人によって全然違うんですよ。ショートブーツの人もいれば、パンプスみたいな人とか、シースルーのハイソックスとかの人もいるんですけど、私はもう今回ロングブーツで、もう一番ロングブーツがいいなって見た瞬間思ったので、すごい嬉しかったですし、でそこのブーツの一番ここの膝のところにファーがついてて、足もめっちゃ細く見えると。でなんかそのフィッティングの時にブーツが2個仮で置いてあって、そのロングブーツは2種類置いてあって、意外とそのロングブーツがそんなにヒールが高くなくて 5,6 センチぐらい。でも私その日偶然私物でもうロングブーツを履いてて、それが結構10センチぐらいあるんですよ、ヒールが。そしたらそれをしのぶさんが見て、もしかしておんちゃんこんぐらいヒール高い方がいい？みたいに言われて、はいみたいな。できればあのブーツはもう高ければ高いほどいいですって言って、そしたら多分そのヒールのすごく高いロングブーツを新たに用意してくださってっていうのが今回のブーツになっております。そう、もう10センチぐらいあったらすごい安心する。前にも高さがあって、後ろもヒールがあってっていうのが安定感があって、踊りもできるし身長もめちゃ盛れるっていう、なんだっけな、ヒールと何かは高ければ高いほどいいですっていう話をしたんだけど、もう一個が何だったか忘れちゃった。待って、給料はやばい。ヒールと収入は高ければ高いほどいいです。そんなこと私は言ってません。そこまでは言ってはない。忘れちゃった。思いついたら言います。